今夜のベジストーリーシーズン1僕らの夢。ああ緊張する。どうも人参です。私エリンギ。あ、はじめまして、キャベツと申します。勝った、キャベツが俺より硬いって。私トマト、ミニトマト。態度はミニじゃない。ん、皆さんは将来こうなりたいみたいなありますか？うん、俺はやっぱり私ってサラダとか手を加えないイメージあると思うのね。でも本当はじっくり手間かけてもらいたいっていうか。わかります、それ。僕も丁寧に千切りとかされると愛感じちゃって。まあ食材に生まれたからには手間かけられてえよな。そうだ、そうですよね。そろそろです。話そびれた。今宵のメニューは、できました。食べたら、キャベツどう？すっごくジューシー。パパッと手間なくドカッと野菜、しゃぶしゃぶありね。ありありありですね。ありっしょ。今夜のベジストーリーシーズン2、急接近。新しいメンバーか、ドキドキする。はじめまして。よろしくお願いします。ああ、こういうのマジ緊張する。わかります。まだ初日だし、じっくりお互いのことを知って。あのトマトさん。あ、はい。どうした？明日僕とデートしてくれませんか？いやいやいや、お願いします。展開早っ。これから二人でやっていけたら。レタスさん、二人でサラダか。お時間だーす。今宵のメニューは、トマトさん！って君らも来るの？もち！完成！しゃぶしゃぶ！トマトどう？とろっとろ。パパッと手間なくドカッと野菜。また会えたね。うん。いや俺らもいるけどね。幸せ。あ、ね、聞いてる？ね、聞いてないと思う。幸せ。